ご存知ですか、財務省が抱える埋蔵金の存在と玉木雄一郎氏が暴露したその裏の真実を。日本の財政は厳しいとされながらも、実際には膨大な余剰資金が隠され続けているのです。この資金がもし適切に運用されれば、税金の無駄が大きく改善されるだけでなく、減税や生活向上の施策が進められる可能性が浮上します。しかし、その重要な事実がなぜ隠蔽されているのでしょうか。玉木氏が指摘する103万円の壁問題も見逃せません。この収入制限が原因で、多くの労働者が収入を抑え、生活の改善を犠牲にしているのです。財務省は、壁を撤廃すれば7兆円規模の税収減が起こると主張していますが、その背後に本当に必要な財源が存在しないのか、疑問は尽きません。さらに、玉木氏が指摘する外為特会や特別会計には、日本の経済に影響を与えかねないほどの外貨が積み上げられているといいます。例えば、為替介入で得た莫大な利益が外為特会に蓄えられている現状がありながら、なぜこの資金が国民の生活支援に使われないのか、誰もが疑問を抱くはずです。この背後には、財務省の組織的な隠蔽体質があると玉木氏は鋭く指摘しています。また、コロナ禍で計上された予備費も未使用のまま残り続け、国民の生活支援にはほとんど生かされていません。これは国の財政運営における無責任と言えるのではないでしょうか。国民に真実を隠し、増税の口実を作ろうとしているのではないか。この動画では、玉木氏が暴露した埋蔵金の真実と、財務省が意図的に見せない財政の裏側に迫ります。あなたの知る日本の財政は、果たして真実の姿なのでしょうか。それでは、玉木雄一郎さんが財務省の隠蔽された埋蔵金について暴露した件について始めましょう。国民民主党の玉木代表が、この埋蔵金の問題を明らかにしたことで、財務省への風当たりが強まるとともに、国民の間でも注目が集まっています。埋蔵金と呼ばれる資金は、実際には国の財政においてかなりの余裕があることを示しており、これが税制の見直しや減税の議論に新たな光を当てる重要なポイントになっているのです。玉木代表が最初に指摘したのは、103万円の壁をめぐる税収減の問題でした。多くの国民が年収103万円を超えると、税金や社会保険料の負担が増えることから、収入を抑えている現状があり、この103万円の壁は働きたい人々にとって大きな障害となっています。しかし、財務省はこの壁を178万円まで引き上げることで、税収が7兆円から8兆円も減少すると主張し、この引き上げを懸念してきました。ここで玉木代表は鋭く反論し、財務省が税収減の影響を過大に見積もり、真の財源を隠しているのではないかと疑問を呈したのです。玉木代表によれば、現在の日本の財政状況には隠されている資産が多く、適切に精査すれば7兆円の減税に対応できる余地があるとのことです。その根拠の一つとして、毎年のように予算の使い残しが発生している点が挙げられます。具体的に言えば、前年には約7兆円もの予算が未使用のまま残り、また税収も 2.5 兆円ほどの上振れが生じているという事実があるのです。これらの余剰資金が適切に活用されれば、財務省が主張する税収減の懸念もかなり軽減されると考えられます。さらに、玉木代表は、この埋蔵金とも呼べる未使用予算や税収の上振れがあるにもかかわらず、財務省がこれを隠蔽し、減税の可能性を潰そうとしているのではないかと指摘しました。彼は、国民がこれらの財源の存在を知らないまま、増税や新たな税負担を強いられることを問題視しており、政府が一部の財源のみを表に出し、真に必要な予算や減税の実現に向けた議論を意図的に抑えている可能性があると批判しました。これは、財務省が常に財政が厳しいという印象を国民に与え続けることで、国民の生活に負担をかける増税案が支持されやすくなるという、彼の懸念に基づいています。また、玉木代表は、他国と比較しても日本の財務省の運営にはかなりの問題があると述べています。彼は、経済成長が鈍化している日本において、
減税こそが経済活性化の一助となると信じていますが、財務省が抱える余剰金が減税に活用されない現状に大きな不満を抱いているのです。とりわけ税収減を過剰に恐れる財務省が、国民にとって大きな経済的恩恵となる政策を見送らせるために、この埋蔵金問題を票に出さず増税路線を維持しようとしている点は、玉木代表にとって看過できない事態です。さらにこの財務省の埋蔵金に対する隠蔽体質は、単なる誤解やミスの結果ではなく、組織的な意図があるのではないかとの疑念も浮上しています。玉木代表はこれまで国会での審議や議論の場で何度もこの点に触れ、財務省の透明性を問う姿勢を示してきました。しかし財務省側は公式にはこれに応じず、むしろ予算編成においてさらなる増税が必要であると主張し続けています。玉木代表はこの財務省の隠蔽姿勢に対して、国民に真実を知らせるべきだという強い信念を持って臨んでおり、これが国民民主党としての政策にも大きく反映されています。特に注目すべき点として、玉木代表が指摘した外為特会や特別会計の存在が挙げられます。これらは主に外国為替の利益や政府が保持する特別な資金によって成り立つもので、日本政府の隠された資産と言えるでしょう。玉木代表はこうした特別会計に含まれる多額の剰余金が国民の生活向上に使われることなく眠っている現状を問題視しています。例えば外為特会には為替介入や外貨準備の運用によって生じた利益が積み立てられており、これはすでに数兆円規模に達しています。にもかかわらず財務省はこれを積極的に公表せず、あくまで財政が厳しいというメッセージを強調し続けているのです。この埋蔵金の問題は、玉木代表が国会での発言を通じて徐々に世間に認知されるようになりましたが、財務省はこの問題に対して真摯な対応を示さないままです。玉木代表はこれが国民に対する裏切り行為として捉えられてもおかしくないとし、政府が本来持つべき責任感を欠いていると厳しく非難しています。国民は税金がどのように使われているのか、政府がどのように財政を運営しているのかを知る権利があり、玉木代表はその権利を守るために戦っています。玉木代表の視点では、もしこの隠されている埋蔵金が適切に活用されれば、国民にとって非常に大きな恩恵となり、103万円の壁の撤廃や生活に直接関わる減税が実現する可能性があると考えられます。特に働き方が多様化し、共働き世帯が増加している現代において、年収の壁が経済活動を阻害することは避けなければならない問題です。玉木代表は財務省が正確な税収見積もりを行い、埋蔵金を含む財源を透明化することが真の改革への第一歩であると訴えています。次は玉木雄一郎さんが指摘する財務省の財源隠蔽と予算の使い残し問題についてです。国民民主党の玉木代表は、財務省が予算を適切に使い切らず、多くの余剰金を隠し続けていると厳しく批判しています。この問題は表面上は小さく見えるかもしれませんが、実際には日本の財政運営や政策判断に深く影響を与えているのです。玉木代表が焦点を当てたのは、毎年のように発生する多額の予算の使い残しです。具体的には、年度末に余った予算がそのまま翌年度に繰り越される場合が多く、例えばコロナ対策として計上された予備費に関してもその一部が使われずに残っているのです。このような使い残しの積み重ねが、日本の財政における隠れた資産埋蔵金として眠っている現状に、玉木代表は強い疑念を抱いています。ここで重要なのは、こうした使い残しが単なる無駄ではなく、むしろ適切に活用すれば国民生活を大きく改善できる可能性があるという点です。玉木代表はこの余剰金について、税収の上振れとともに埋蔵金として国民の利益に使われるべきだと主張しています。2020年度には約 11.57 兆円、翌年度の21年度には5兆円規模の余剰金が発生していますが、財務省はこれを明確に公表せず、適切な説明もなく次年度に繰り越しています。玉木代表によれば、
こうした余剰金は十分な減税財源として使えるにもかかわらず、財務省はあえてその存在を隠すことで増税への道筋を確保しようとしているのではないかというのです。玉木代表はさらに、財務省が厳しい財政状況を訴えることで増税の正当化を図っていると見ていますが、実際には余剰金が多く存在しているのです。特に予備費の繰り越しは経済の急激な変動や予期せぬ事態に備えるためと説明されていますが、その中には長期間使われないまま眠っている金額も多く、これが財務省によって管理され続けています。この資金が一般国民の生活改善に使われるならば、生活に直結する減税や医療、福祉などの公共サービスに大きく寄与することが期待されるため、玉木代表は財務省の姿勢に対して厳しい追及を続けています。玉木代表の主張によれば、この予算の使い残しの背景には、財務省の計画的な資金管理の欠如があるとされています。国の予算は国会で審議され、国民の代表によって承認された後に執行されるべきものです。しかし、執行段階で使われなかった予算が次年度に繰り越されることは、国会での承認を軽視しているとも取れます。玉木代表はこれを財政運営の透明性の欠如と呼び、財務省が国会や国民に対して真摯に説明責任を果たしていないと訴えています。この問題を浮き彫りにするもう一つの事例として、コロナ予備費の繰り越しが挙げられます。コロナ禍で急速に必要とされた多額の予備費が計上されたものの、実際には全額が使われず、一部が次年度に持ち越される形となりました。玉木代表は、緊急時の予備費でさえも適切に活用されず、財務省が管理を怠っている可能性を示唆しています。こうした繰り越しの中にうずもれた多額の資金は、本来であれば現場の医療支援や経済支援に充てられるべきものであり、国民にとって直接的なメリットが生まれるものです。しかし、財務省が繰り越しを続ける限り、これらの資金は有効に活用されることがないまま隠され続けることになります。さらに、玉木代表は、予算の使い残しや税収の上振れが一時的なものではなく、恒常的に発生していることも指摘しています。日本の財政は一見すると厳しいとされていますが、実際には毎年のように余剰金が発生している事実があり、これは財務省がその透明性を欠いている一例であると述べています。玉木代表は、こうした資金がきちんと公表されることで、国民が実際の財政状況を知り、より合理的な財政政策を求める声が高まることを期待しているのです。玉木代表のこうした指摘は、財務省にとって都合の悪い事実を国民に広く知らせるためのものであり、その姿勢は多くの国民の共感を呼び起こしています。彼の目には、財務省が本来の目的である国民の利益のための財政運営を二の次にし、むしろ増税を促進するために資金の隠蔽を言っているように映っています。国民の税負担を増やす前に、まず余剰金の活用を優先させるべきだという玉木代表の主張には、強い説得力があると言えるでしょう。次は、玉木雄一郎さんが問題視している財務省の為替介入と外貨準備金の問題についてです。国民民主党の玉木代表が明らかにした外為特会に関連する外貨準備金の問題は、財務省がどれだけの資金を隠し持っているかという疑惑を浮き彫りにしています。玉木代表が指摘したのは、財務省が為替介入を行い、外貨を売却して得た莫大な利益を外為特会という特別会計に積み立てているという事実です。この外為特会とは、外国為替資金特別会計の略で、外国通貨を買い入れたり売却したりすることで得られる利益を管理する会計です。財務省はこの会計を通じて多額の利益を得ているにもかかわらず、その資金の使い道や具体的な金額については国民にほとんど明らかにされていません。玉木代表は、この外為特会の不透明な運用が国民の利益を損なっているとし、財務省の隠蔽体質を厳しく批判しています。例えば、ここ最近の円安局面では、日本経済に多大な影響を与えるほどの為替変動が発生しましたが、その際、財務省は保有するアメリカドルを円に変えて大量に売却し、円安を抑制するための為替介入を行いました。
この為替介入によって一時的に円安が落ち着いたものの、最終的には円安が再び進行し、日本経済全体に不安が広がりました。しかし、実際には財務省はこの介入によって利益を得ており、現在外為特会には約 3.8 兆円もの巨額が積み立てられているとされています。この額は、国民の生活を支援する政策に使われるべき資金としては十分すぎるほどであるにもかかわらず、財務省はこの金額を積極的に国民に知らせていません。玉木代表は、この外為特会に積まれた資金が、どれだけ日本の財政にとって大きな意味を持つかを再三訴えています。もし、この外貨準備金が減税や社会福祉に充てられるなら、国民にとって直接的な恩恵がもたらされるはずです。しかし、財務省は外為特会について詳細を開示することなく、あくまで財政状況が厳しいという姿勢を崩しません。このような態度に対し、玉木代表は国民に真実を隠し、増税のための口実を作ろうとしているのではないかと疑問を呈しています。さらに玉木代表は、日本の歴代の政治家の中でも、この外為特会に関する知識を持ち、それを有効に活用しようとした人物はほとんどいないと指摘しています。為替介入は、財務省が決定し、日本銀行が実行に移すという形で行われていますが、その実態は極めて限られた人々の間でのみ議論されるため、国民の目には触れないままです。玉木代表は、こうした一部の官僚と政治家だけが知る裏帳簿的な特別会計が存在すること自体、国民への説明責任を果たしていないとしています。つまり、外為特会は国民のための財源でありながら、実際には財務省の裁量で運用されているため、国民のために使われる機会がほとんどないのです。また、玉木代表によれば、この外貨準備金は、円安や円高といった為替リスクの緩和策としても十分に利用可能であるとしています。通常、外貨準備金は為替介入のための資金として利用されますが、もしこの資金が日本経済の発展のために投入されるならば、より健全な経済成長を促すことができるでしょう。しかし、財務省はこの資金を外貨準備として保持することにこだわり、円高や円安が進むたびに介入を行うだけにとどまっています。玉木代表は、この状況を国民への利益が還元されない仕組みとして捉え、財務省の方針を転換するよう強く求めています。さらに、この外為特会による外貨準備金の増加は、国際社会においても日本がいかに大きな財政力を持っているかを示す一方で、国内の政策においてはほとんど意味を成していないことを批判しています。玉木代表は、こうした多額の資金が国民の生活に役立つ形で使われていない現状を無責任とし、財務省が日本のために適切な経済政策を実行する意思が欠如していると述べています。最後は玉木雄一郎さんが指摘する特別会計と剰余金問題に対するメディアの報道についてです。玉木代表は、特別会計に積み上げられる莫大な剰余金が国民に正確に伝えられていない点に強い不信感を抱いています。特別会計とは、通常の一般会計とは別に管理される予算で、年金や社会保険、さらには外為特会などを含む特殊な資金の収支が記録されています。この特別会計には、通常の政府予算の外に多額の資金が蓄えられており、必要に応じて使用できるようになっています。しかし、この特別会計に発生する剰余金、つまり使われずに余っているお金が積み重なっているにもかかわらず、メディアはこの事実を正確に報道していないのです。玉木代表は、特に時事通信が報じた財源は剰余金という見出しに対し、財務省が国民を誤解させるための情報操作が行われているのではないかと強く疑問視しています。この剰余金という言葉が、まるでそれがそのまま活用できる財源であるかのように伝えられることで、実際の予算や減税の議論が歪められる危険性があるのです。時事通信は、特別会計の剰余金を国の財源として活用できるかのように報じましたが、玉木代表は、このような報道が国民に誤った印象を与え、現実の財政状況を隠蔽するために使われていると批判しています。また、
玉木代表は特別会計の扱われ方について、財務省が意図的に国民の目から遠ざけ、使途や残高を公にしないことで財源不足の印象を作り出していると指摘しています。例えば、特別会計に関する予算案は毎年政府によって発表されるものの、その内訳や具体的な剰余金の扱いについて詳細な情報はほとんど公開されません。これにより、国民は特別会計がいかに巨額であるか、そのうちいくらが余剰として積み上がっているかを知ることができず、真実が歪められたままの状態で増税や税制改革が進められているのです。玉木代表は、この不透明な運用こそが、日本の財政政策における重大な問題であると強く訴えています。さらに、メディアがこうした特別会計の問題について深く掘り下げることなく、財務省から発表される内容をそのまま報じている現状にも懸念を示しています。玉木代表は、日本のメディアが国民の利益を守るために財務省を厳しく追及することなく、むしろ財務省の都合の良い情報だけを伝える広報機関のようになっていると述べています。これは、メディアの役割である権力の監視という本来の使命を果たしていないという意味であり、特別会計の剰余金が活用されないまま、国民にさらなる負担が求められる事態を助長していると言えるでしょう。玉木代表の指摘によれば、このようなメディア報道の背景には、財務省とメディアとの間の密接な関係が存在している可能性があるといいます。具体的には、財務省が提供する情報をそのまま受け取るメディアが、特別会計の真実を深く掘り下げることを避け、財務省の主張をそのまま国民に伝えるという構図が続いていると見ています。この構図により、国民は実際には存在する剰余金や使われていない予算を知らされることなく、増税の必要性や財源不足といった財務省の主張だけを信じ込まされる危険性が高まっているのです。玉木代表はまた、特別会計の剰余金が一般会計とは異なる基準で管理されている点についても疑問を呈しています。通常、一般会計において予算が余ったが、その剰余金は翌年度の予算削減や他の用途に充てられることが一般的ですが、特別会計においては、その剰余金が次年度に繰り越され、さらに積み上がる形で蓄えられることが多くあります。この特別会計の枠組みによって、国民が知らないままの巨額の資金が政府内に保持されている状況が続き、財政が厳しいという見せかけが維持されているのです。特別会計とその剰余金の問題について、玉木代表は隠された財源としての扱いを強く批判し、透明性の欠如を非難しています。彼は、こうした巨額の剰余金が国民にとって利用されないまま隠されている現状を、日本の財政運営における構造的な問題として捉え、改善の必要性を訴えています。この問題に対するメディアの報道姿勢が、特別会計の実態を明らかにしない一因になっていることは、日本の財政に対する国民の信頼を損なう原因にもなりかねないとしています。結局、玉木代表が指摘するように、特別会計とその剰余金の問題は、日本の財政運営において国民に知らされるべき情報が意図的に隠蔽されているという構図を明確にしています。財務省が保有する莫大な剰余金がある一方で、増税や社会保険料の負担が国民に求められ続けているという現実は、国民が抱く財務省への不信感をさらに増幅させるものでしょう。この隠蔽体質が続く限り、日本の財政問題は真に解決されることはないのではないかと、玉木代表は強く警鐘を鳴らしています。今回の動画で、財務省が抱える埋蔵金の問題について、国民民主党の玉木雄一郎さんが指摘した財務省の隠蔽体質に迫りました。日本の財政が厳しいとされる一方で、実際には巨額の資金が使われずに隠され続けている現実、この埋蔵金は、一体どこに向かっているのか、玉木代表が財務省の言いなりになることなく、国民のためにその闇に切り込んだ姿勢には、多くの方が共感されたのではないでしょうか。実際、増税が強行されるたびに財源が足りないという理由が前面に出されますが、果たしてその言葉がどこまで真実を語っているのでしょうか。
税金は私たちが汗水流して働いていた収入の一部であり、本来ならば透明性を持って使われるべきものです。しかし、この動画でお伝えしたように、財務省が抱える特別会計や外為特会に膨大な資金が存在する一方で、国民への還元が行われないどころか、その実態すら明らかにされていません。この矛盾を皆さんはどう感じるでしょうか。また、こうした問題を国会で追及し、公開を求め続ける玉木雄一郎さんの姿勢は、今の政治に欠けている国民目線の財政管理を思い出させてくれます。多くの政治家が財務省の意向に従う中で、玉木代表のように真実を語り、財務省の壁に挑む姿勢は、私たちが税金の使途について真剣に考えるきっかけにもなったのではないでしょうか。今回の議題を通して、日本の財政不透明さが潜んでいる現実を再確認いただけたのではないでしょうか。財務省が抱える莫大な埋蔵金や外為特会、さらには毎年の予算の使い残しがあるにもかかわらず、なぜ私たち国民には財政が厳しいと説明され続け、増税が繰り返されるのでしょうか。玉木雄一郎氏の指摘を通して見えてくるのは、税収や財源に関する情報が限られた人々の中で操作され、国民には真の姿が伝えられないという不条理な構造です。この構造が変わらない限り、私たちが本当に必要な政策を享受できる日は遠いのかもしれません。減税や社会福祉への予算投入が容易に実現されるのではという期待を抱く一方で、こうした巨額の資金が国民のために使われないまま積み上げられる状況は、日本の未来をも左右する重大な問題です。私たちが知るべき情報が隠されていることが、果たして民主主義と言えるのでしょうか。視聴者の皆さんも、今回の内容を受けて、政府や財務省に対してどのような疑問や意見をお持ちでしょうか。また、玉木雄一郎氏が提唱する財政透明化の必要性について、皆さんはどう感じましたか。この問題は他人事ではありません。ぜひコメント欄に皆さんのご意見をお寄せいただき、議論にご参加ください。今後も、日本の財政や政治の在り方について一緒に考え続けていければと思います。